皆様ごきげんよう、ヒロモンです。この動画では属性別おすすめチャーム通常編をランキング形式で解説していきたいと思います。前回汎用的に使えるレジェンダリーチャームやその代用としてどのチャームがいいのかを見てきましたが、もう少し細かくシーンによって使い分けたいよっていう方もいらっしゃるかなと思いましたので、ご紹介させていただきたいと思います。より効率的なプレイをするためにもぜひ参考にしてみてください。ということで召喚に移っていきますが、まず先に育成にあたって注意点が2つあります。1つ目は属性特効がついていたとしてもメモリア効果はマックス 15% になるので、セカンドのレジェンダリーチャームが作れる方はそちらを優先してください。レジェンダリーチャームは素でメモリア効果が 20% つくだけじゃなくて、ステータス的にも限定チャームより高い傾向にありますからね。もう一つは特定のキャラしか装備できないものは省いておりますのでご了承ください。なのでレギマ用限定チャームは特定のキャラしか装備できないチャームの方が強い可能性があるので、自身でも一度調べてみてください。対ヒュージュ戦においては使うレアスキルが決まっていますので、誰でも使えるチャームが必要になってきますので参考にしてみてください。それではまず風属性から見ていきましょう。風属性は現状2本しかありませんので、第2位からの発表です。第2位はこちら、デュランダル様。ベスペスアイドルリリーの姫化を解放するともらえるチャームになります。ステータスはこちら、アタック 13,725、 ディフェンス 13,275 とステータス的にも悪くないですね。風属性使用時メモリア効果が 13% になります。風属性としては少し物足りないんですけど、数少ない風属性特攻チャームになりますので、もし1位をお持ちでない方は育成してみるといいかもしれませんね。それでは第1位の発表です。第1位はこちらのチャームになります、アステリオン SPWL。 こちらは憂い晴らすは姉妹の絆のリーフェンを解放するともらえるチャームになります。こちらは比較的最近のイベントストーリーですね。満を持してリーフェンのプレイヤブル化ということで聞いた方も多いんじゃないですかね。グラフィック的にもめちゃめちゃ可愛いですからね。僕は性能的には風属性強化したかったのでガルパンコラボのガチャを引きたかったんですけど、あまりにもリーフェンが可愛すぎるんで特殊役割ですけどリーフェンの方を引いてしまいましたからね。しかも配信で風属性強化したいからガルパンを引くべきだなっていう風に言っておいてこれですからね。性能よりもキャラを重視して引いてしまうのはガスバリの一つの魅力だと思います。他のソシャゲではなかなか見ない光景なんではないでしょうかね。ステータスはアタック 14,625、 ディフェンス 13,950 と限定チャームの中でもステータスはトップクラスになりますので、こちらをお持ちの方で風属性特攻チャームを育成するならこちら一択になります。それでは次に水属性のランキングです。水属性の第3位はこちら、ジャックモンドラゴン。トリックオアスイーツのランを解放するともらえるチャームになります。こちら汎用性チャームの時にもご紹介しましたよね。アタック、SP アタックともに 14,400 とかなり高水準のステータスに加えてメモリア効果、水属性だと 14% になります。光闇も 4% つくのでジャックモンドラゴンは汎用性の鬼ですね。こちらお持ちの方はぜひ育成していきましょう。かなり使いやすいです。続いて第2位はこちら、アステリオン SPWL。 風属性の時も出ましたね、ブレイハラスは姉妹の絆、リーフェンを解放するともらえるチャームになります。ステータスはこちら、14,625、ディフェンス 13,950、 水属性も風属性同様 14% になります。こちらのチャームは属性別で見たらかなり使いやすいと思います。メイン属性のうち2つが含まれているわけですからね。なので効果的に属性特攻チャームを育成したい方はこちらのチャームを育成していくのがいいと思います。そして水属性第1位の発表です。第1位はこちら、プリューサーオール SPTS。 ライフロングフレンドの左右を解放するともらえるチャームになります。こちらも新キャラの実装となりましたので引いた方も多いんじゃないでしょうか。ステータスはこちら、アタックが 14,580、 ディフェンスが 14,400 と、ステータスはディフェンスも含めてかなり高いですね。水属性使用時メモリア効果が 15% になるのもかなり魅力です。アステリオン SPWL とは若干攻撃力低いですが、こんなのは誤差レベルなんで、それよりもメモリア効果が 15% つくっていうのが一番大きいので
第1位とさせていただきました。水属性特攻をお考えの通常役割の方はこちらのチャームを育成してみてください。続いて炎属性と言いたいところなんですけど、炎属性で誰でも使えるチャームは現状ないので、炎属性に関しては特定のキャラしか持てないものになるんですけど、一つご紹介させていただきます。それはこちらです。タブキエル、デートアライブコラボのくるみを解放するともらえるチャームになります。ステータスはこちら、アタック 13,950、 ディフェンス 13,050、 ステータス的にも悪くはないですね。炎属性使用時メモリア効果が 13% つきます。こちらはくるみしか装備できないんですけど、このくるみは円環の御手と同じ効果を持つレアスキルが使えるので、炎属性弱点のギガント級討伐等で活躍できるっていうこともあってご紹介させていただきました。ぜひお持ちの方は一度作られてみてはいかがでしょうか。最後に光水属性です。第3位はこちら、ジュガール SPAS、 戦火の結束のセレンを解放するともらえるチャームになります。ステータスはこちら、アタックディフェンスともに 13,500 とメモリア効果 13% で、ステータス的にも性能的にもそこそこなので、もしジャックモンドラゴンを持っていないなら製造するのはありなんですけど、水属性もついていますので完全にジャックモンドラゴンの介護官のチャームになります。続いて第2位はこちら、ジャックモンドラゴン、トリックオアスイーツのランを解放するともらえるチャームになります。先ほどもご紹介しましたが、アタックが高水準でメモリアの効果が 14% と十分に発揮できますので、おすすめの1本となります。ちなみに余談なんですけど、レジェンダリーバトル S ランクの1位の方もサポートリリーにこのチャームを持たせていたことからも相当使いやすいことが伺えると思います。僕はこのジャックモンドラゴンはすごいおすすめですね。そして光属性の第1位の発表です。第1位はこちら、グングニル SPHM、 メンターザリリーの祭りを解放した時にもらえるチャームになります。ステータスはこちら、アタック、SP アタックともに 13,950 と低くないステータスを持っているだけでなく、こちらはメモリア効果 15% になりますので、光闇においてはジャックモンドラゴンよりも高い評価となります。それでは最後に各属性の一覧表でまとめてみましょう。まず数属性から、第1位アステリオン SPWL、アタック 14,625 とメモリア効果 14% です。第2位デュランダル様、アタック 13,725 にメモリア効果 13% です。続いて水属性です。第1位クリューサーオール SPTS、 アタックが 14,582 にメモリア効果 15% になります。第2位アステリオン SPWL、 アタックが 14,625 とメモリア効果が 14% になります。第3位ジャックモンドラゴン、アタックが 14,400 とメモリア効果 14% になります。こう見ると水属性チャームは結構優秀なのが多いですね。続いて炎属性、こちらだけは特定キャラが装備可能なチャームになります。こちらです。サブキエル、アタック 13,950 とメモリア効果 13% になります。デートアライブコラボのくるみの専用チャームになります。最後に光闇属性です。第1位グングニル SPHM、 アタックが 13,950 とメモリア効果 15% になります。第2位ジャックモンドラゴン、 14,400 とメモリア効果 14% になります。第3位ジュガール SPAS、 アタック 13,500 にメモリア効果 13% になります。以上になります。もしこれらのチャームを全部持っているならそれぞれの1位を全て作った方がいいと思うんですけど、効率的にプレイされたい方はアステリオン SPWL とジャックモンドラゴンだけあれば大丈夫かなっていうふうに思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ということで今日の動画は以上になります。もしよければチャンネル登録・高評価をしていただけると嬉しいです。それでは皆様ごきげんよう。